田方特別留学生、南方特別留学生は太平洋戦争中の1943年から1944年にかけて大日本帝国政府が東南アジアの各占領地区から招いた国費留学生である。略称は南徳。留学生の出身地は現在のマレーシア・インドネシアミャンマー対フィリピンブルネーであり、当時の各地の有力者、 政治家の指定などそれぞれの土地の将来を担うと見られた優位の人が多かった。中でも日本実質支配下での傀儡政府首脳、ビルマ国首相バーモー、フィリピン行政府長官、バルガス、フィリピン、第二共和国大統領ラウレルなどの指定が含まれていた。留学生の総数は二百五名、一説には九十五名とされ、そのうち百四十三年入学の 1> 第1期生は104名、1944年入学の第2期生は101名、すべて男子で高等学校在学者、卒業者から選抜された。地域、占領地別内訳は、フィリピンが最も多く51名、うち、第1期生27名、以下同じ、次いで、ビルマ47名、17名、ジャワ44名、24名、スマトラ16名、7名、 マライ12名、8名、タイ12名、0名、セルベス11名、11名、南ボルネオ7名、7名、バリセラム3名、3名、北ボルネオ2名、0名であるアジア戦時留学生。1942年初頭から半ばにかけて開始された日本軍政の下、東南アジアの核占領地では日本語教育が実施された。このような状況の中で、 日本への留学生が募集され、試験により選抜された候補生たちは来日に先立って各軍政当局により軍隊式訓練を受けたインドネシア、オランダ両東インドの場合、軍政開始に伴い3大学すべてが閉鎖されたため、日本留学は高校卒業後の教育を受けられる唯一の機会であった。そして第一期生は1943年5月。 第二期生は1944年4月頃に来日した第二期生の来日時、すでに日本軍は制空権、制海権を奪われていたため、日本渡航は非常な危険を伴っていた。彼らは最初の1年間、東京の目黒にあった国際学友会、大東亜商管活の日本語学校で語学研究を受け、2年目、第一期生は1944年4月、 第二期生は1945年4月からは指定された専門学校、高等子学校で大学入学のための予備教育を受けた。留学生の受け入れ校は彼らの出身地を考慮して、九州、中国地方など気候温暖な地域の学校、第一期生の場合、最初の受け入れ先で特に多かったのは、宮崎高野、現、宮崎大、脳の10名、久留米高校、九大。 校の18名、熊本医大附属専門学校、熊本大医の8名、埼玉、広島講師、広島大、今の20名で、警察官死亡者の場合は、横浜警察練習所などが割り当てられ、留学生はこれらの受け入れ校で、日本人学生特別された特別コースで勉学に励んだ。3年目、第一期生は1945年4月以降になると留学生は、 京都帝大、広島分離大、広島大、陸軍士官学校などに入学した。留学生は当時の金額で月額100円から120円の奨学金を支給されており、経済的にはあまり困窮していなかった。しかし、物資難により食料の確保には苦労したというものの、希少から消灯に至るまで厳格な時間割を遵守することが求められ、 外出にも許可を要したため一般市民と交流を深める機会はほとんどなかった。また、戦前から対日していた一般の東南アジア出身、留学生との交流も厳しく制限されていた。選挙区悪化に従って留学生も繊細に会うようになり、神奈川県総部大の陸士に入学したジャワ出身、留学生の一人はアメリカ軍機の機銃装射により死亡した。 1945年に入って、東京での空襲が本格化すると、戦災を避けて留学生を順次地方都市に移す措置が取られ、特に大学の場合、京都帝大が集中的に受け入れることとなった。しかし東京が空襲で壊滅した後には、地方都市への空襲が激化したため、各地で留学生寮や受け入れ学校、国際学友会の施設が破壊され、行き場を失った。 留学生は再び焼け跡の東京に戻らざるを得くなった。特に1945年8月6日の広島への原爆投下においては、この時点でインドネシア出身者4名、マラヤ出身者3名が広島分離大、講師で学んでいた。彼らのうちあるものは講義中の教室、あるいは市内大手町の1万台教頭詰め付近にあった留学生寮、 高難量において被爆した。行方不明になったマラヤ出身のニックエスフ。後に、避難先の五日市での門が判明し、道庁に墓があるを除く、留学生たちは元安川岸に避難し、比較的軽傷であった者は他の被爆者の救援に当たった。彼らは8月末に列車で東京に向かったが、サイドマール、マラヤ出身が体の不調を訴え途中下車して、 京大病院に入院するも9月初めに死去、京都市内に埋葬された。敗線により方特別留学生受入れ事業は中止となり、特にマラヤビルマフィリピンなど欧米の急走四国による支配が復活した地域では留学生に対し帰国命令が出たため、彼らは学業半ばで帰国させられることになった。日本での残留を希望した者は、 駐留する連合軍で通訳などの仕事をしながら、勉学を継続し、多くは1950年代初めに学業を終え帰国した広島で、被した留学生も、戦術の死亡した2名を除き無事に帰国した。出身地に帰国した留学生からは、その後政治家、教育者、実業家、法律家など、祖国の政治、経済の中核を担った人々が輩出した。 また地日課として各分野で日本との実務交渉に当たった人物も多い。日本実質支配下での海外政府首脳など各地の有力者、政治家の指定を含んでいた南徳はそのため皮肉を込めて応答案の人質と呼ばれることもある。また留学生の多くは現地民族の出身者であって過人やインド系の青年は含まれなかった、適応されなかった点をもって 人種差別的と指摘されることもある。ナオミ学園大学准教授の小発生は、スレンバン出身であり地元の大学に進学できず、日本に留学した経歴を持つが、かつての南徳の制度に対しては、否定的であり、戦争を美化する行為であるとの見解を持っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。